あなた自身もピアノを弾けるのに、毎回よく飽きずに私のところに来るわね。一緒に練習しても構わないけど、どうして毎日聞きに来るの？別に構わないわ。構わないっていうか、そう言ってもらえて嬉しい。なるほどね。あなたの言いたいことは分かったわ。そんなに私のことが好きだったなんてね。ちょっと、今のはただの冗談よ。本気にしないで。もういいから。あなたってしつこいのね。幸せな時間、ね。そういう時間を過ごしたくて、ライブを見に来てくれるのかも。ソロライブに来てくれる人たちよ。前に話したことを覚えてる？自分の練習の成果を見せるためにソロライブはあるんじゃないかって。虹ヶ崎のみんなの話を聞いて、あなたの話を聞いて、ずっと考えていたの。でも、ようやく自分の考えが間違っていることに気づいたわ。見に来てくれる人たちは、ソロライブで練習の成果が見たいんじゃなくて、幸せな時間を過ごしたいって思っているのよね。ええ、私はその期待に応えるつもり。見に来てくれた人に幸せな時間を届けたい。ちょっと、人ごとみたいに言わないでくれる？あなたは私のサポートをしてくれるんでしょ？あなたと私と、二人で届けるんだからね。